ビトウィーンザ・ベリードミーは2000年に結成されたアメリカ合衆国のオスカロライナ州ローリー市出身のプログレッシブメタルバンドである。略称はブッドバム。バンド名の由来はカウンティング・クローズの楽曲ゴースト・トレインの歌詞より引用されている。ビトウィーンザ・ベリードミーは2000年アメリカのオスカロライナ州ローリーで結成された。最初のメンバーはトミー・ロジャース。 ポール・ワグナー、ニコラス・フレッチャー、ウィル・グッド・イヤー、ジェイソン・キング。その後、ユーズ・オブ・エイ・ウェポン、ホワット・ウィー・ハブ・ミカム、モア・オブ・マイセル・フ・ツー・キルの3曲を収録した、最初のデモを発表する。これらの作品は後に再録音され、2002年に、ライフ・フォース・レコードから、リリースされた、ファーストアルバム、ビトィーン・ザ・ベリード・アンド・メに収録されている。このファーストアルバムには、 カンザス州トピカのウエストボロバプティスト教会における信仰とその実践に対するプロテストソングであるアーソニスト等が収録されている。また、アスピレーションズはバンドでの最初のミュージックビデオ作品となった。このアルバムがビクトリーレコードの目に留まって後に契約に至った。ファーストアルバムはビクトリーレコードから2004年にエンハンスド CD として再発された。 2003年、シングル、モーデッケ、エステ、カミラ・ローズを含んだ2枚目となる、スタジオ作品、ザ・サイレント・サーカスをリリース。このアルバムは、2005年7月15日に、ノースカロライナのチャペルヒルにある、ザ・キャッツ・クレードルで行われたライブの模様を収録した、DVD 付けで2006年に再発された、アルバム、ザ・サイレント・サーカスにおいて、ドラムであった。 ウィルグッドイヤーの代わりにマーク・カスティロが加入している。付属のライブ DVD においては、ブレイク・リチャードソンと、ダスティ・ウェアリング、ダンブリッグスがバンドに参加しており、またこの時点ですでにサードアルバム、アラスカのレコーディングを終えていた。上記のように、セカンドリリース後、サードアルバム、アラスカにて、現在のラインナップが揃うまで多くのメンバーが、出入りした。ドラムは、 ジェイソン・ローに代わってマーク・カスティロが入り、後に、ブレイク・リチャード・ソニエ。ギターは、シェーン・ブレイに代わりにコラス・フレッチャー、そしてダスティ・ウェア・リング。ベースは、ケビン・フォークの次に、ジェイソン・キングとなって、後で、ダンブリッグスが加わる。2005年夏、サードアルバム、アラスカを発表。このアルバムからのシングルとしては、セル・キーズ・ザ・エンドレス・オブセッション。 ザプライマー、バックワーズマラソンがある。2006年7月、ブッドバムのメンバーが影響を受けたアーティストたちの作品を演奏したカバーアルバム、ザ・アナトミー・オブ・をリリース。彼らがこのアルバムでカバーしたアーティストとしては、メタリカ、キング・クリムゾン、パンテラ、ピンク・フロイド、サウンド・ガーデン、スマッシング・パンプキンズ・トータキのジャンルにわたる。2007年9月、 4枚目のスタジオアルバム、Colors をリリースした。メンバーは、このアルバムは、アダルトコンテンポラリーなプログレッシブデスメタルであると、語っている。2008年11月6日、Colors 収録の、プリクエル・ツーザ・シークルが、ゲーム、ロックバンドの、Xbox Live マーケットプレイスと、PlayStation アにおいて、ダウンロード可能コンテンツとして使用可能になった。 2009年5月31日、メンバーは5枚目のアルバム、ザ・グレート・ミス・ダイレクトのレコーディングに向けて、スタジオ入りした。この作品について、トミー・ロジャースは、アウト・ドゥ・カラーズと発言している。同アルバム収録のアブフィスケーションは、ゲーム、セイン・ツ・ロー・ザ・サードに使用されている。2010年3月、バンドは、初来日を果たした。2010年総集。 バンドは次のフルレンスアルバムの先ブレとなる EP を制作中であるとアナウンスした。10月にはスタジオ内でのバンドの様子を撮影したビデオを YouTube 上に彼らのアカウントからアップロードした。翌年1月18日に2回目となるスタジオ撮影動画を投稿した。2011年2月21日、バンドはメタルブレードレコーズへ移籍しザパララックス。 ハイパースリープダイアローグと題されたファースト EP を4月12日に発売するとアナウンス。それと時を同じくして、フルスのビクトリーレコードからは3枚組のグレイテストヒッツをリリースすると発表があった。2012年10月9日、所属レーベルのメタルブレードから EP ザ・パララックスハイパースリープダイアローグの続編となる6枚目のフルレンスアルバム ザ・パララックス2フューチャーシークエンスをリリースした。また、同年11月には、アニマルズ・アズ・リーダーズと共に来日を果たした。ありがとうございます。